ちゃんと眠くて20分ぐらい寝てたかもしれないな今。どうもこんばんは、ギフトありがとうございます。今日は公演、平日公演でした。ありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございます。で みんな元気。みはちゃんが卒業するよ。ギフトたくさんありがとうございます。ああ、いや、また一人また一人とこう先輩も卒業ですごくすごく寂しいですけれど、4期がすごいね、阿鼻叫喚だったの4期がもうみんななんかもう大号泣って感じで、そう帰ってきてみんなはウェンウェンウェンって感じだったんだけど、なんか若いなと思いました。なんだろう、寂しい気持ち悲しい気持ちはもちろんいっぱいあるんだけど、やっぱこういろんな今までたくさんいろんな先輩同期もしくは後輩も見送ってね、卒業を見送ってきて、やっぱこう重ねれば重ねるほど卒業に対するマイナスな感情って減ってくんですよ。多分前にもこんな話したと思うんだけど、そう、なんか加入したばかりの頃は先輩の卒業ってなんかマジですごくなんだろう、ああ行かないでっていう感じが強かったけど、今はなんか一緒に活動してきて長い一緒に活動してきた時間が長ければ長いほど、そうこう、いやよく頑張ったねっていうさ、感情としてはね、いやーマジよく頑張ったねっていう感情の方が大きくなるから、だから4期の反応を見て、はっちゃんとアイドル1年目だ感動しましたねさすがにもうあの頃とはさすがに違うからなと思ってっていうのは今日思いました。うん、でもなんかあれなのよ、そうかといってな、難しいね、
かといってじゃあ感情が薄いかって言われたらそういうわけでもないし、まあ、旗から見たらあれかもしれないけど、ギフトありがとうございます。まあでも11月末とのことなんでね、まあ一時期だったらもうこのタイミングで9月末の時とかも全然ありましたから、うん、そうじゃなくて11月末なのであればまだいろいろできますからね。まあね、新潟、まあ美波ちゃんは青森の方ですけど、新潟に今後もいるっていうのは確かにびっくりではありますよね。うん、どういう感じなのかっていうのはあれだけど、うん、初めてなんじゃないか、県外の子が新潟に卒業後もいるのは。ちょっと違ったらごめんなさいね。ギフトありがとうね。うん、花粉と思われるのがやっぱひどかったね。外なんなん公演中にも悪化したからな。嫌いなのかもしれないの時に痰が絡むみたいな。でもかといって別になんかなんだろう物があるわけじゃないんだけど、クククククってなる時があってひどかった。喋りづらかったし、これはね秋花粉だと思われるな。うん、まあね稲刈り、まあ稲なのかな、わかんないんだけどね、結局調べてないからさ。マジでも外出た瞬間にうっあってなったぐらいだから、うん、いやどうなんだろうね。別にあの稲花粉はあれなのよ、ちっちゃい頃はねうんともすんともやってなかったから、まあ、ワンチャンイネじゃない可能性もあるけど、うん、そう、いやまあねこう劇場ってみんなこう普通にさ何ワイワイガヤガヤとさワイワイガヤガヤとみんな集まるじゃない。やっぱあんだけこう人が流れ人の流れが激しいとさ、普通に花粉も多分巻き込んでくるわけよ。うん、だからね
どうしてもしょうがないよね。それはもう劇場にあのシューってやつジョーってやつ、よく工場、食品の工場についてる消毒みたいにつけない限りは無理だろうな。いや、かる、稲花粉なのか、どっちかっていうとあのブタクサの方なんじゃないかなとは思ったりするんだけどね。てかまあ花粉なのかっていう、そもそも、いや、てか感想はマジやばい、歌ってても思うもん、やばいっつって、だ全然むせるし。いや冬とかマジでさ、毎回そうなんだけど、最近ここ数週間はマジでそう、私だけじゃなくてみんな結構いや感想やばいっすねみたいな話は、なんかミスト出してほしいミスト、あの新潟駅とかにもあるやつ、ミスト、ディズニーとかにもあるやつ、うん、あれで乾燥を減らしてほしい。いやもうそれはびしょびしょになるんだけどいやそう、なんか普通に公園ね、公園だーってなってても、歌ってどんどん歌っていけばいくほど喉が枯れていく、枯れていくとかカラカラになっていく、そう乾燥で歌えなくなっていくのマジで辛いからな。そう、いやマジ体調にが芳しくない公演のテンションの下がり具合やばいからな。いやでもスモークはね、あの確かね不評、メンバーからの不評不評というか、普通にマジでマジで感想やばい、むせるってなってなくなってるはずなんだよね、スモークって。まあスモークって本来照明の演出とかを担当してくれるやつなんだけど、うん、だからコンサートとかでは結構まあ必須なんだけど、そう劇場ってなるとね、もうほんと毎日やってたりするようなもんだったりするから、そうそうそう、まあ、とにかく喉で張り付くしみたいな。最近はやってないんじゃないかな、匂いがしないからね。うん、コンサートだとツアーのしそしなでなんか雷打たれて雷ゴーンじゃがががががががの時にみんな倒れて、ぶっ倒れて、そこでシューッつってみんな寝てるのに同じ高さで同じ低さで来るもんだから、あのそう、この演出があった時に皆さん顔隠してください、息を止めてくださいって言われて、んなバカなっていうね。だからみんなその噴射口とは逆の方を向いて、こうやっておおって目とか口とかに鼻に入らないように頑張ってみたいな、そんなバカなでしたけど、うん、そうそうそうアイドル過酷丸一いやおもろいっすけどね、うん、おもろいけどまあな、おもろいよな。そうまあね、そう、あの何、まあ、現場でもスモークは感じると思うけど、多少なりとも匂いとかさ、あなんかちょっと乾燥するなとか、まああるかもしれないけど、そういわゆるステージに立つ側だからこそ分かるアイドル各国あるあるはね、みんなそれぞれありそうっすけどね。早着替えやばいとかさ、照明が熱いとかさ、そう踊ってて熱い以上に照明が熱いみたいな、あのねさすで当たる照明はまだマシなんだけど、横でパッガッて当たる、あの推しの子でアクアがかなちゃんに向けてたああいうタイプのガッっていう照明はマジで熱い。
そうそうそう、あのスポットライト系のこう天井についてるタイプのこういうやつはまだねマシなんだけど、そうガー系のライトはマジで熱い。そう、あとまあ我々イヤモニをつけてないのでコンサート、まあときめきさんの時はつけてたけど、イヤモニつけてないとマジで反響してて、コンサートツアーかなのセカをマジで歌いづらそうだったもんな。あの曲はそもそもさ、そのセカオって一番最初のチャーン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 っていうさ、そのあー世界はの部分の裏がいわゆるだから1234224234の音の取り方ではないじゃん。チャーン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 っていう、まあ、どっちかっていうとなんかもう長い音しかないような音の取り方だけど、でこれはこの前その公演の反省会の時に言ったんだよね、セカオの音の取り方、いわゆるあれは、まあ、の鳴ってんだとか鳴ってないのか忘れちゃったけど、ツンツタンツタンタンタタンタタンタンタタンタンタンツタンタタンっていう音の取り方だから、あのちょっと油断すると遅れちゃうの。あー世界はどこまで青空、なんか伸ばしすぎちゃうっていうのがあのあるあるで、やっぱなんかそうなると締まりづらいから、だからみんな頭の中でその他のね後ろの音聞こえづらいと思うけど、ツンツタンツタンタンタタンタタンタンタタンっていう音を、まあ、拾って歌ってみてみてください、多分歌いやすくなりますみたいな話をしたんですよね。そうでもまあそれはシンプルにあのセカオがリズムに合わせるのむずいっていう話と、でもそれとはまた別で あのあれがありますから、そうコンサート時は反響でもう自分が何歌ってるか分かんない、あー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 ってなっちゃうってね、はいはい話これあるある過酷あるあるでした。ということで誕生日ます。13位タムヒロさん、12位米沢二郎さん、11位津田さん、10位突破球さん、9位日野日野さん、8位ぬくんさん、7位わたちゃんさん、6位むつきさん、5位しんいちさん、4位たかさん、3位よしさん、2位東吾さん、1位ひよりげたさん、ありがとうございます。皆様ありがとうございます。ということで明日はねあの夏曲の歌を歌おうでございます。まあ、ちょっとまあ体調次第というところではありますが、よろしくお願いいたします。それでは皆さんゆっくり寝ましょう。おやすみ村。バイバーイ。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、子育て、もろもろお疲れ様でした。また明日。おやすみ村。